住んではいけない。俺んちの隣の物件がシャレにならんのだけど、見た目は普通の2階建て、何の変哲もない家なんだよ。借家じゃない、普通の一戸建ての売り屋。でもそこに住む人々、どういうわけか、みんな不幸になって出て行ってしまう。俺が子供の頃、その隣の家には、夫婦と小学生の男の子の三人家族が引っ越してきて、その男の子、俺よりも一つ年上で、隣同士ということもあって仲良くなったんだ。その家族が越してきて、2年半くらいした時かな。旦那さんが経営している店が潰れてしまったとかで、借金ができて、その家も売らなきゃいけなくなって、結局どこかに引っ越していってしまった。せっかく仲良くなって、友達でもあり、お兄さんでもあった。隣の男の子と別れるのは寂しかったな。それが小学校の4年生の頃のこと。その後、空き家になっていたんだけど、1年くらい経って、今度は中年の夫婦が越してきた。高校生の息子がいるらしい。さすがに俺は小学生だったし、相手は高校生だから、その家のこと話はしなかったけど、うちの母さんと、その家の奥さんがすごく仲良くなって、その後は近所付き合いしていた。でも2年くらい経った時、その家の高校生の息子が暴走族みたいなのに入って、そこでかなりやばい傷害事件を起こし逮捕されてしまった。それが新聞とかにも載っちゃったもんだからもう大変。それが原因で息子さんは高校退学になってしまうし、傷害事件の賠償問題とかでかなりの借金も背負ったらしく、それで夫婦仲も悪くなってしまったようで、最後は家庭崩壊。結局、一家離散みたいな形で出て行ってしまった。俺が中学生になった頃には、今度は独身のおっさんが越してきた。サラリーマンみたいだったけど、朝早く出勤し、夜遅く帰ってくるような人だったんで、当然、近所付き合いもゼロ。で、そのおっさん、1年くらいした時に、変死。家でぶっ倒れていたのを、何日も出社してこないから、不思議を持って駆けつけた同僚が発見したらしい。その後2年くらい空き家になっていたんだけど、俺が高校生の頃に、若い夫婦が越してきた。子供はいなかった。でもすぐ妊娠が分かって、近所でも、おめでとう、よかったね、なんて、祝福ムードだった。が、その奥さん、その家で、階段を踏み外して転落、流産してしまった。それが原因なのか、夫婦仲が冷めてしまったようで、旦那さんも外に、別の女性を作ってしまったみたいで。奥さんがノイローゼになって、自分から旦那の悪口、近所に言いふらしていた。結局離婚してしまったらしい。また空き家になってしまった。いい加減、この辺りで、不審だと思うものが。でもそれでも越してくる人はいる。次越してきたのは老夫婦。ここまで来ると、俺も近所の人たちも、ああ、またか、と嫌な予想をしてしまう。で、案の定、2年後に旦那さんが胃がんを発病。しかもかなり進行していて、癌の転移もあったらしく、普通の病院では治療が不可能とのことで、遠くの病院に入ることになり、看病が必要なこともあって、その病院のある町に引っ越していってしまった。ここまで来ると、さすがに近所でも評判の、住まない方がいい家として恐れられてしまうようになる。ところが不思議となぜかこの家を、買おうとする人が後を絶たない。空き家になると、すぐ別の客が下見に来る。どうやら不動産屋が、売り値をかなり
安く設定してあるらしいんだけど。まあこれだけ不幸が続いていて評判の悪い家だから、値段が安くなるのも当然といえば当然なんだけどね。しかしそれを怪しまず買おうとする人がいるのも事実。やっぱり値段にはかなわないんだろうな。直接幽霊を見たとかいう話は聞かないんだけど、絶対なんかの自爆霊とか取り付いてるとさえ思えてくる。というか不動産屋さん、お払いとかしてるのかな。俺んち含めて近所の人はいい加減に、この物件人が住むことを恐れてる。だがそれでも下見に来る人は後を絶たない。でもその家買おうと思って下見に来る人を、まさかこの物件は住むと不幸になってしまうからやめておいた方がいいよなんて言うわけにもいかないし、どうしようもない。その後は同性カップルみたいなのが住んでいたけど、またわずか半年で出て行った。原因はわからない。ここまで来るともう原因なんてどうでもよくなってくる。で、半年前また引っ越してきたよ。今度は水商売してる風の若夫婦、小さな子供も二人いる。その夫婦、ここ三ヶ月前からやたらと夫婦喧嘩が絶えないんだよね。最近では深夜に毎日怒鳴り声が聞こえてくる。子供も泣きわめいている。早速不幸になる兆候が現れ始めている模様。この分だとおそらく来年にはまた空き家になっていることだろう。次、この家買おうとする人、マジでやめておいた方がいいよ。住むと絶対に後悔することになるから。東京郊外での一戸建て物件探しをしている人は気をつけてね。下見に行った時、近所の人が渋い顔をしていたら、その家がそうかもしれないから。揺れるワンピース。暑い季節になってきて思い出してきたんで、ここで、あの暑かった時になったことを書いてみたいと思う。夏、私は彼女と友人と友人の彼女の4人で、ロッジを借りて余暇を楽しむ計画を立てました。当日は幸い天気も良く、途中昼食を挟んだり、お酒を買い込んだりしながら、車でロッジを目指しました。大きな渋滞などもなく、無事ロッジに到着。ロッジの近くに小さな川があって遊べそうだったんで、着いて早々荷物だけロッジに置いて近くの川を目指しました。もう昼を回って3時くらいになっていたんで、それほど長い時間は遊べなかったですけど、1時間程度楽しく川で遊んでいました。その時友人が山の向こうを指さし、あれ、ホテルかなんかかとつぶやきました。そこには確かになんだか寂しい雰囲気のホテルみたいな建物がありました。しかし私がロッジを予約するとき調べた限りで、周囲にホテルのような施設はなかったはずなんです。その後4人で相談し、夕食後そこに探索に行ってみることにしました。夕食は材料は買い込んでいたんで、ロッジで作り、食べ終わった時には9時ぐらいになっていました。お酒は帰ってきてからゆっくり飲もうということになり、誰も飲まず、9時半ごろ、そのホテルのような建物を目指し、車で出発しました。当然道なんてわからないんで、適当にそっちの方に向かっている道を探し、走っていきました。車中、私以外の3人は、潰れて廃墟になったホテルとかだったらどうする？入る？なんか出るんじゃない？なんて盛り上がっていましたが、私には調べ漏れたホテルがあるだけだろうと思いました。街灯などもない道をひたすら車で進むこと30分。ガラスが割れ、ツタが巻きつき、ところどころ外壁にもひびが入った。外から見ても一目で廃墟だとわかる。その異様な建物に到着。看板なども外されていたため名称はわからない。
もうこの時点で、私たち4人は大盛り上がり。やばい、絶対なんか出そう。入ってみようぜ。いや、ガラスも割れてるし、明かりもつかないよろうし、危ないよ。と、ギャーギャー騒いでいました。その時、友人の彼女が、ホテルの一角を指差し、ちょっと、あれ何？と言いました。全員そちらを向いて、それまで騒いでいたのが嘘のように、一斉に静かになりました。恥ずかしながら、私も軽く身震いしました。懐中電灯で照らされた、その指の先の窓には、白いワンピースみたいなものが揺れていました。ゆらゆら、ゆらゆらと。数秒の間、沈黙が続きましたが、友人が、うわ、こわ、何あれ、ちょ、あそこ行ってみようぜ。なんて言い出したんです。女性二人は、さすがに嫌だ、早く帰ろうよと拒否をしましたが、私は何か異様な雰囲気がする、その建物に入ってみたくて、結局私と友人の二人が中に入り、女性二人は外で待っていることになりました。それに冷静に考えたら、単に窓にかけてある服が風で揺れているだけだろうとも思いましたし、何かあればそれはそれで面白そうだったんで。中に入ると、それほどひどくはないもののロビーがあり、ホテルであることがわかりました。目指す窓は2階の端の部屋だったんで、ロビー横にある階段を登っていきました。ホテルの中は埃っぽく、蜘蛛の巣もところどころにありました。廊下なども動物でも入り込んでいるのか、土や泥がついて汚れていました。しかしもともと霊感がないせいか、動物も含めて何も出ず、目的の窓がありそうな部屋までたどり着きました。部屋の中を懐中電灯で照らすと、予想通り白いワンピースがカーテンレールにかかっていました。ただその時は不思議と全く揺れてはいませんでした。それ以外には何もなさそうだったんで、私と友人は部屋には入らずに、そのまま入り口へと戻りました。ただ戻っている途中で何かゾクリと背中に震えが走ったような気はします。途中登ってきた階段とは別の階段があったのでそれを使い、一階に降りて入り口を目指していると、急に入り口の方から足音が聞こえて、彼女たちが私と友人の名前を叫んでいるのが聞こえました。何かあったのかと思って、おい、こっちこっち、と言いながら、入り口のロビーまで来ると、私たちが最初に登った階段から彼女たちが、早く外に出て、そう叫びながら、ドタドタと降りてきました。あっけに取られている私と友人の手を取り、彼女たちに、そのまま外に引っ張り出されました。どうしたんだ？と聞いたんですけど、とりあえず早く車を出せとせかしてくるので、これはただごとではないと思い、すぐ車に乗り込んで、そのままホテルを後にしました。どっちに戻る車中、途中何があったのか話を聞いてみると、私たちがホテルの中に入っている間、ぼーっと二人でホテルを眺めていると、そのワンピースのある部屋の中から懐中電灯のような光が見えてしばらくすると消えた。もちろんそれは私と友人の懐中電灯です。彼女たちもそう思ったそうですけど、問題はその後で。懐中電灯の光が消えた後しばらくすると、例のワンピースが急にスッと部屋の奥に移動していったんだそうです。さすがにこれは異常事態だと思い、私たちを連れ戻しに、ホテルの中に飛び込んだ。そして、2階に上がって、私たちの名前を叫んでいると、遠くから、という声が聞こえてきて、その直後、1階から、私たちの声が聞こえた、とのことでした。
また、私の彼女には見えていませんでしたが、友人の彼女には、ボサボサの長い髪をした頭が、ワンピースの上から出ていたのも見えたそうです。さすがに私と友人は絶句してしまい、妙な寒気と異常な喉の渇きを覚えながら、その後は誰も喋らず、ひたすらロッジを目指しました。以上、暑い日の体験談でした。どうですか？涼しくなっていただけましたでしょうか？午後からのあなたの運勢を占う、午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか？じゃんけんポン。私はチョキを出しましたよ。ですのでグーを出したあなた、午後からラッキータイムでございます。今日のラッキーアイテムはですね、今日のラッキーアイテムはそうですね、そうですねって言ってる時点で考えていなかったんですかって言われちゃうと、そんなことはありません、考えていたけどたくさんありすぎて嘘をつくな考えていなかったんだろ。そうだよ、考えていなかったんだよ。それの何が悪い、殴ってないが悪い、すいません。ちょっとね、いくつか迷ってたんですけど、まあ、やっぱり夏っぽいのにしたいじゃないですか。で、話をこう、そこから広げていきたいじゃないですか。だから、広げていけるものにね、してるんですけど、ミネラルウォーターというか水ですね。お水。飲み水。ごくごく、この暑い時期ね、水分補給ね、大切ですよね。まあ、正確に言うと水というか、もっと違うものがいいっていう話にはなると思うんですけど、お水。飲み物で、まあ、普段お茶とかやっぱり飲みますけど、水ってどうです皆さん。僕ね、水好きなんですよね。お水。まあ、ミネラルウォーターとか、お店で飲むお水ね。ごくごくごくって飲むとね、水ってやっぱり意外とやっぱり水っていいよねっていうね。当たり前だけど水っていいよねっていうね。まあ、昔子供の時なんてそんな、ね、買えないから飲み物なんてね。家帰って、まあ、麦茶をね、沸かしてくれたりするんですけど、それがちょっと、切れちゃった時ね、飲み切っちゃった時ね、ちょうどその帰ってくるタイミングでなかったりすると、まだ冷えてなかったりとかするとね、水道の水をシャーってやって、氷カッカッカッって入れて、ちょっとカランカランカランってコップを振るのよ。氷入れて、ね、カルピスみたいに。そうそう、水は当たり前だけど冷えるでしょ？それをキューって飲んでね、はーっていうのが美味しいよね。だから水でございます。そんな水、まぁ、ちょっと話題をね、話題を広げたいから水にしたんですけど、そんな水で、現在ですね、またまたちょっと驚くべき、ルルナルちゃん、まあちょっとニュース。最近水を飲むことができない子が増えているそうです。クラスに2、3人もいると、これ誰がこの統計取ってるんだろうなってちょっと思っちゃうんですけど、なんか、水教育研究所代表って人がいるらしくて、水教育研究所ね。いろんなその研究があるよね。孔子力研究所とかね。科学、孔子力研究所はわかる。孔子力を研究してるよね。科学要塞研究所ってなんだろうね。科学要塞を研究してるんだね、きっとね。うん。まあいいや。ね、水が飲めない子がね、各グラスに3人もいるそうでございますよ。皆さん、水が飲めないね。なんか都内の調査みたいですけど、都内の小学校のね、まあ先生たちから、水が飲めない子供が増えてるといった話を聞いてると。まあ、熱中症の疑いで保健室を利用した児童の様子で、水が飲めない子供が目につくという、そういう観察結果があったそうでございます。まあ、熱中症の症状が出ている子供に水を渡しても、水が嫌いだと。唇を濡らす程度にしか口に含まないと。で、熱中症の症状が出てるから本当はね、本当はその体が絶対に必要としてるものを、その、好き嫌いで拒否してしまうという状況がちょっとね、怖いなと思うんですけど、まあ理由が味がしないから、苦手とか、これまで水を飲んだことがないっていう子もね、いるそうです。まあ普段から家庭でもジュースとかね、スポードリンクを常飲してるんじゃないでしょうかっていうね。で、親御さんからは、うちの子は水が飲めないからスポーツドリンクを持たせるというようなね、ことも言われるそうですね。まあ、そりゃ何飲んでもさ、自由っちゃ自由なんすけど、なんか、
なんかさ、なんかさ、うまく言えないんだけど、水は飲めんとね、生きてけんぜっていう気がするんですけど、その、自然の中で。まあ自然界に放たれるわけではないんだけど、ねえ。まああとはね、熱中症が増えたことで、その、いろんなね、国のお偉いさん機関が、塩分を含んだスポーツドリンクとか経口補水液を飲んだ方がいいですよって水よりもね、みたいなことをやっちゃうから、なんかその、水は飲まない方がいいんだっていうふうに勘違いする、ね、その、家庭が多いそうです。ただ、スポーツドリンクとは、スポーツドリンクには大量の糖分入ってますから、飲みすぎたらね、俺はジャイアンみたいな子がたくさんできちゃうといけないので、まあ普段からね、そのやっぱり水は必要だと思いますが、日本の水って水道ね、すごく安心ですよね。他の国に比べたらね。ね、水はやっぱり、なんか、これもやっぱり時代ですかね。ね、時代だね、これもね。そんなね、その時代が変わってちょっと疑問に思ってしまう今現在、ね。水を見直して今日は水を飲んでみましょうか。ね。水を飲みましょう、皆さん。ゴクッゴクッとね。冷たい水をね。ラーメン屋さん入って、ピッチャーに入ってる水をね。カッっての入れて、グーって飲むね。最高だよね。ね。その後のラーメン。もう、この組み合わせはね、何事にも変えられないよ。まあ、僕はお酒をそういうところでは飲まないから、普通はそこで冷えたビールをさ、食いって飲んでラーメンと餃子だよなって思うでしょ。僕は飲まないから、ピッチャーの水なんだよね。ピッチャーの水美味しいもん。だって、ラーメン屋さんとかのピッチャーのさ、水美味しいから、あえてその、ウーロン茶とか頼む必要がないもん。美味しいもん、お水。ね。ということで、私、水推進委員会の人間ではありませんからね。水を PR してもらえませんかとか言われてませんからね。あくまで個人の主観でございます。ということで、ね。ウォーター、シーシーシーってことでね。お花の子でした。またねー。